ものをサイクア流仕上げをグロジロってありゃー獣をウニはおいぜっこ大鼓でガキをつるにはみおり大鼓四十七十は陣太鼓珍しいや、尾上一党殿。お手前はこの顔には見覚えあるまいが、こちらはよくよく存じ上げておる。眼前で我が幼君が扇腹を切らされ、その胴狸で首を打たれたのだからな。我らがこの子の首を打ち落とすのも、この暴君の意にかなう異種異根。だがこの世知辛い世の中では、異種晴らしなどで飯は食えぬ。お手前が資格の報奨金として貯め込んでる金を渡せば、すべてを水に流して使わそう。どうだ、金の隠し場所を吐け。この子を失うては、たとえお手前が倒れるとも、この子にすべてを託そうとする悲願もそれまでであろう。金はまだ稼げばよいのだ。勝負はすでについているんだぞ。どうだ、ガミット。この子のそっ首を打ち落としてもいいのだな。我ら親子はすでに生も死も捨てている。この場で命を失うとも覚悟の上だ。おのれ、我らがこけほどかしに子供を殺すと言っていると思うのだな。よし、本当にこやつを。待て、その子を離せ。バカな、離せと言うんだ。尾上一党殿、もはや金の隠し場所は問うまい。何？しかしその首、お手前の首を持参いたさば金になろう。なるほど、尾上一党の首とあらば柳生が金をか。そいつは気がつかなかったぜ。やつの首なら高く売れるわ。もともと俺たちは賞金稼ぎ、そっちの方が性に合ってるってもんだぜ。無害流手話す一角、腕で勝負をつけてくれる。稲月丈介、寒月流搬送術、下関神社中流橋三だれ丹波桂馬の銀次だ。世良入道、しがらみ佐古、泉文之助、水王流。尾上一党。Thank you.
やっぱり子連れ狼。子連れ狼の悲願はあまりにも遠く厳しい。冥府魔道の旅はどこまで続くのであろうか。